蓮池神社の鳥居と橋。橋がまたぐ水路は白堀の跡とされる。蓮池城は日本の城。応永年間に完成し、非全国の国人領主を出し、戦国時代後期は龍造寺氏、江上氏の支配となり、近世は鍋島氏、石井氏の罪状を経て、師範蓮池藩の陣屋が置かれた。蓮池城は佐賀県佐賀市中心部から南東約 6km の蓮池町に位置し、構造は佐賀江川と周辺のクリークを堀とした平城である。関東から下校した織田直光の居城として築かれたとされている。代々、織田氏の居城として使用される。佐賀城主、龍造寺隆信の信仰を受け、織田正光は龍造寺氏に進駐した。後に、城主織田鎮光が降伏すると、龍造寺氏の支配となり、後藤家信、龍造寺暴れが城主となる。天正12年、龍造寺隆信が、沖田縄手の戦いで戦死すると、隆信の次男向上家俊が入城したが、文禄の役で戦死により、鍋島直茂の居城となった。鍋島直茂は、関ヶ原の戦いの後、拠点を佐賀城に移し、鍋島正三を蓮池城に入れ、ほどなく直茂の意向で、鍋島氏の外戚家紋の石井氏が城代として入城した。本丸城代に石井重次、嘉代町で常番に石井忠国、小局で常番に石井重利、蒲田郷で常番に石井重成が配置され、石井一族が共同で城の守備についた。当時、佐賀城の出城として、鍋島氏は、筑後方面からの侵攻への備えとして、蓮池城を重視した。元和元年、一国一城令に伴い、城代石井氏が佐賀城下に移り、城は破却され、建造物は佐賀城に移築された。しかし、その後、鍋島勝重の三男直純が、寛永16年に蓮池藩を創設し、再建、藩庁を設置し、明治維新に至るまで、蓮池鍋島家の居城となる。廃藩置県により、蓮池陣屋は廃棄され、跡地には蓮池神社が創建される。城域は蓮池公園として整備され、現在は、一般開放されている。桜の名所としても知られている。ありがとうございます。